はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、一生懸命やったノッチの進捗度合いを菅さんに来ましたよ。はい。ここが頑張って植えた枝豆ゾーンですね。そうです、枝豆大豆ゾーンですよ。もう要は枝豆じゃねえんだこれが生えてきたやつですね。あんまり調子は良くない。かんばしくなさそうですね。水をあげててもあんまりです。でこっちが俺が植えた畝だよね。うん、ここ私。あ、山際ゾーンですか？全くないです。一本も生えてませんよ。浅野さんとそのボランティアの方のゾーンが同じ品種で、私のは別の品種植えたんですよ。いや、俺緑豆じゃなかった？違う。これじゃあ俺のゾーン？そうそう。お、俺の生えてる。まあ、知ってたけど。あ、俺てっきり山際のゾーンがあれかと思ってたぜ。交互に植えたの。あ、そういうことか。じゃあ豆悪かったかね。でもどっちに一番先の列も生えてない。本当だ。なるほどね。でもあまり調子はよろしくないです。もう一種どうですかね。いや、でも頑張ったよね。だからなんだって言われちゃうかもしれないけどね。まあ初年度だけど多めにね。あら、でもほら、ジャガジーはいい感じですよ。ジャガジーは、はい、だいぶ大きくなって、花も終わったね。終わりました。で、黄色い茎になってきたんじゃない？なってきたけど、一部なぜだか弱ってますね。あれ、もうなんか芋できてんじゃない？でも、いやー、わかんない。でもちょっと普通かかると思う。ちょっとなんか異様に弱ったのか、こう収穫期なのか。いや、ちょっと弱ってるかなって感じですね。もう全部同じ時期に植えた割には、この辺だけちょっとしおれてるもんね。まだこう元気っぽそうな雰囲気を出しているのに、なぜ間だけとか。いや、でもさ、じゃがいもってさ、簡単な方だろうと思ってたけど、いざ作ってみると大変なんだね。やっぱ土、いくら水あげても下に水が染み込まない、イメージとしては砂みたいな感じなので、普通じゃがいもって水をそんなにいっぱいあげないっていうけど、ここはしっかり上げたとしても根っこまでは届いてないから、上げすぎっていうぐらい今水を上げてて、やっとこのくらいの状態なので。やっぱ土壌改良に3年ぐらいかかるかもしれないね。とか、やっぱもうちょっとこう砂から土へしていかないと。やっぱそういうところで、やっぱ今まで樹木植えてたっていうのもあんま良くなかったと、やっぱり土壌改良ついでに畑を作って土も良くしようっていう、この計画自体はどうですかね、いいよね。畑をやったからこそ、あの、そういうなんでこんなに水をあげてんのにダメなんだろうとか思ったら、砂じゃんっていうのには気づいた、ようやく気づいてくれたか。簡単なこと言えば、前から俺言ってたのに、畝と畝の間にすごい水たまりぐらい水を入れてたとしても、あげたとしても、すぐだって水吸い込んで下に逃げちゃうんでしょ。それもそうなんだけど、ジャバジャバなのに草ペアって抜くと、そこから乾いた砂がパハって出てくるの、乾燥したやつが。おー、だから全然本当根元までは浸透していない。どんどん横に横に広がって表面だけ濡れてるだけ。あさん、あと4年ありますから頑張りましょうぜ。まあちょっとまた有機質入れたりしてみようぜ。まあ、野菜ついでに椿にもちょこちょこ水あげてるのは、まあまあ、これであと4年したらいい土になって、椿植えたら椿がすくすく伸びるかなっていう俺の妄想なんだけどね。どうなんだろうね。まあでも現状は分かってきたかなっていう、結構覚悟してやってたけど残念だ。あと今年空梅雨だよね。それもちょっとね、空梅雨っていうか、まだ梅雨入ってねえしね、というのも良くないんかなと。でこれ、あの、この葉っぱを食べるようなテントウムシとか出たらちょっと嬉しいな。まあ、ちょこちょこ、こうやっぱ薬はないから。薬はまかないんで。食べてる跡とかあるから。超勇気なんで。まあそれもそれで魅力かな。まあ頑張りましょう。はい、頑張ります。